ビッグマックポリスビッグマックポリスは、マクドナルドでかつて使われていたイメージキャラクター。ロナルド・マクドナルド、ハンバーグラーとトリオを組み、CM、パッケージ、反則品などに登場していた。いたずらをしでかすハンバーグラーをドナルドが押し置きした後、連行するのが役どころ。要望に比して、声は、やや高い。このほかグリマス、フライキッズらとも共演している。 1979年から1988年頃までは使用が確認される。ゲームではエポック社の電子ゲーム、マクドナルドバーガージャンプ、データイーストのファミリーコンピュータ用ゲームソフト、ドナルドランドでビッグマックポリスが登場している。人気は高かったが、現在は日本を除いて世界的に使用されていない。老舗店では壁面に描かれたイラストが消されぬままに、 残っているケースもごく稀にあるという。ウェブサイト探偵ファイルが2005年に発表した記事によると、マクドナルドに資料は残っておらず、マクドナルドランドにも帰還していないとのコメントがされているが、公式な見解であるかは不明。関連商品として、粉庫社からボビングヘッドという商品名で人形が発売されている。 日本でもしばらく見かけることはなかったが2014年1月から行われているアメリカンビンテージキャンペーンで特定の商品を購入すると手に入るラインの限定スタンプにてこのキャラクターのスタンプが登場している。ありがとうございます。